こんにちは、秋葉人です。さあ、いよいよ能古島にですね、上陸するわけなんですけれども、ここでですね、宗さんがまた嗅覚を働かせて、のこのこバーガーというものを見つけてきました。しかもね、ずん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 お店の中に入っていっちゃったんですよ。本当にね、ハンバーグ好きですよね。ということで、僕ら2人はですね、まずのこのこバーガーから始まるわけなんですけれども、こののこのこバーガーというのが、お母さんが作るなんか懐かしいハンバーグの味っていう感じがして、すっごく美味しかったんですね。今回はその模様をお送りしたいと思います。どうぞ。はい、船が走り出しました。約10分ぐらいで能古島に着きます。水をかき分け、ゴロゴロと走っていきます。すごい水しぶきを上げながら進んでおります。おにょん。前の方に見えているのが能古島です。すぐ後ろがもう福岡ドームとかが見えるので、かなり近い距離にあります。渦巻いてます。渦、ほら、渦巻いてる。さあ、それではですね、いよいよですよ、能古島に上陸して、なんかのこのこボールというのがあるらしいですね。この間、前回瀬戸さんはできなかったみたいなので、僕らがそのリベンジを果たしたいと思います。いや、上陸です。はい、僕らがいるのは今こう現在地、ここですね。ここからですね、バスに乗ってこの展望台だとか、それから能古島アイランドパークというところに行けるみたいですね。では出発してみたいと思います。こちらにはですね、能古島案内所というのがあります。釣り竿のレンタルもやってますので、いろいろなものが釣れるかと思います。宗さんがですね、突然おやつのようにのこバーガーを買おうとしております。結局ハンバーグなんですね。どこ行ってもハンバーグを食べたがるという感じですね。では僕もちょっとおやつしてみたいと思います。秋葉さん、食べます？2つ、はい。指をくわえて見てるわけにはいきません。ではちょっと店内に入ってみたいと思います。いらっしゃいませ。今日はハンバーグ、能古に来てもハンバーグ、はい、どこへ行ってもハンバーグ。そうです。今奥の方でこうジュージュー言ってます。確かにね、ジュージュー焼いてる音がするんですよ。ちょっと見に行ってみましょうか。すごいです。あ、ちゃんと鉄板があるんです。鉄板がここで焼いてます。ちゃんと、お、美味しそう。めちゃめちゃうまそうな感じで焼けております。ジュージューと、もう少しお待ちください。さあ来ました。のこバーガーです。ちゃんと焼いて作ってたので、うまそうな匂いがですね、プンプン漂ってます。ではいただいてみたいと思います。お、肉でかくないですか？でかい。肉がない、2枚じゃないの、上になんか乗っかってるな。下が何だろう、玉ねぎかな。下がちょっといただいてみたいと思います。いただきます。すごい、マスタードがですね、ピリッと効いてます。あ、うまい。で、トマトとケチャップと、それからドレッシングっぽいやつですね。モスバーガーのミートソースとなくて、ケチャップ版っていう感じですね。一番下のところに玉ねぎの輪切りがガツッと乗っかってて、その上に肉が乗っかってるような感じです。いや、これうまいですね。のこいいかもしれない。しかも、手作り感満載で、お母さんの味っていう感じの本番ですね。辛さがすごいマッチチーズ、玉ねぎの輪切りが丸々1枚入ってますね。のこに来た海鮮物もいいんですけど、こういうのをおやつ的に食べてもかなり美味しいかと思います。ぜひお試しください。ではまた。いかがだったでしょうか。チェーン店では絶対に味わえない、あのね、独特のこう、なんだろう、お袋の味感が未だにちょっと忘れられない感じですね。そしてそこのお店にあったご当地サイダーですよね、これも僕ら試してみました。今回はですね、
手ぬぐいさんという YouTuber の方の動画の撮り方をちょっと真似てみました。似てるかな？どうぞ。うお、炭酸飲んでる。今日も俺はスカイツリーで飲んでるぜ。今日の炭酸はスカイサイダー。スカイツリーバックで飲むぜ俺は。ヘイ。うん、うまい。よ、炭酸飲んでる。今日はね、能古島のサイダーをご紹介する。何にも書いてないです、他はね。では、いただきます。栓抜きも借りてきたから今開けて、うん、匂いなし。全部飲めなかったサイダー、普通